本日はカンボジアシェムリアップのパブストリートっていうですね、繁華街の中にあるザ・ワンバイティーっていうですね、お店に来ました。まあ、レストランですね。入り口にですね、メニューがあったので、こんな感じでね、メニューをね、物色していたらですね、まあ、かなりこのメニューの内容がですね、美味しそうなのと、とにかくね、メニューがすごく豊富なんですね。なのでですね、この店にですね、ちょっと入ってみようかなと思います。店内はですね、こんな感じでですね、なんか非常に面白いというか、雰囲気のあるですね、お店ですね。中もすごく綺麗でですね、入りやすいお店です。こんな感じで横がですね、吹き抜きになってますんでね、テラス席で、ご飯を食べたいと思います。ドリンクメニューもですね、まあ、かなり飲み物豊富にありますんで、結構ね、迷っちゃうぐらいいっぱいあるので、ちょっとじっくりね、見ながら頼んでいきたいと思います。今回はね、ちょっとですね、ちょっと珍しい飲み物をね、頼みたいなと思います。アンコールビールはね、1ドルから、あります。こちらのですね、なんか、カクテルみたいなね、珍しいのがあったんで、これをね、注文したいと思います。まず最初になんかお通しみたいなのが出てきて、今回はですね、このハンバーグとですね、この定食のセットみたいな、これなんだろう、おつまみのセットみたいな、ご飯とかもいろいろあるんですけど、それを注文しました。で、こちらはウェルカムドリンクと、おしぼりですね。おしぼりもかなり太いね、厚いおしぼりを使ってますね。で、店内をね、ちょっと物色して、まずね、ちょっとトイレに行こうと思ったんで、ちょっと2階にね、ちょっと上がろうと思ったんですけど、この階段もすごくおしゃれですね。2階もね、ちょっとね、ちらっとね、撮りたいなと思ってね、行ってみましたが、こんな感じで2階の方もですね、非常にいい感じです。はい、で、戻ったらね、早速ですね、このカクテルっていうか、なんだろうこれ、お酒がね、届いてました。はい、このね、細い一本一本がね、カクテルになってるんですけど、まあ、色違いで、なんか、いろんなね、なんか、種類のカクテルで、結構ね、お酒の味が強いですね。はい、結構酒が入ってるんじゃないかなって感じでですね、まあ、ちょっとフルーティーな感じで、中に入ってる、果物がね、いろいろ種類が違います。で、付属のですね、こういったパンとかもね、到着して、こちらはですね、ウェルカムジュースですね。これ何のジュースかちょっと分かんなかったんですけど、なんか、最初にね、食前ジュースみたいなので入ってましたね。とりあえずね、来るまで、パンをね、食べながらね、待ってたんですけど、まあ、店員さんもすごいね、陽気でね、非常にね、すごい感じのいいね、お店でしたね。で、ここね、テラス席になってるんで、その外が、その目の前がね、クラブになってて、爆音でですね、かなりダンスのね、音楽が流れてますんで、なんかノリノリでね、ご飯をね、食べたみたいな感じですね。はい、こちらもですね、また別の感じのカクテルですね。確かキウイだったかな。メロンですね、メロン。でこちらもね、いろんな味が楽しめます。なので、店員さんがね、結構ね、陽気に喋ってくるんで、いろんなね、なんかトークしながらですね、別に喋れないんですけどね、ジェスチャーでトークするみたいな感じですね。そうこうしてる間にですね、ハンバーグのセットの方に来ました。もう結構でかいんで、そのまま、なんか、ね、食いつけない感じなんで、ちょっとフォークでね、崩してから食べたいと思います。なんかね、いろいろですね、注文しようかなと思ったんですけど、一つ一つが結構ね、ダイナミックに大きいんでね、まあ、とりあえず一個ずつね、二人で行って一個ずつ頼んだんですけど、これもね、ハンバーグの上になんかこう、フライみたいなのも乗ってて、まあ、かなりね、ボリュームがあってですね、なんかたまにはハンバーガーみたいなの食べたいなみたいな感じで頼んだんですけど、でもかなりね、美味しかったですね。はい、で、まあ、陽気で気分もいいのでね、ちょっとね、酒の味が濃かったんですけど、結構ね、ガンガン飲みましたね。はい、で、このね、もう一個ね、別に頼んだやつも、なんか、おかずとご飯と、あとなんかスープと、なんか5、6種類ぐらい並んでる感じのね、なんかちょっと、カンボジア風定食っていうかね、アンコールワット風定食みたいな感じになってて、でこれがビジュアルなんですけど、まさにこのアンコールワット遺跡みたいなね、感じでね、非常におしゃれなね、なんか定食みたいになってました。なんかちょっとね、もらって食べてたんですけど、ま、なんか味はね、全部ね、美味しかったですね。そっちの方はね、ちょっとあんま映さなかったんですけどね、
もうこのハンバーグはね、ボリューミーだったので、これやっつけるのにだいぶね時間がかかったので、もうこんな感じでいっかみたいな感じで、途中からねもうねちょっと酔っ払ってたんでもうあの撮影を断念しながらですね、あの飲みに走ったっていうね、はい、真面目な感じですけど、はい、まあ、こんな感じですね。いろんな風に飲んでたらだいぶねあの気分良くなっちゃいましたね。このお店環境がね非常にいいんでね、ぜひね行ってみていただければなと思います。ごちそうさまでした。今回はあの2人でですね、だいたい50ドルぐらいでしたね。なんか他にも店舗があるみたいですね。行ってみてください。